皆さんこんばんにちは、タイガです。ということで本日今6時52分で朝なんですけど、本当に台風6号の手のひらでコロコロ転がされても帰省が全くできなかったんですけど、なんと今回全泊して、今日7日なんですけど、全泊7日して8日に帰るっていう、那覇で1日過ごす動画を撮っていきたいと思います。それでは行ってきたいと思います。本当にやっと帰れるっていうか、本当にさすがに8日は飛ぶよね。飛んでください、お願いします。飛びます。はい、ということで今日のお昼ご飯は札幌屋っていうところに入ったんですけど、見てもうこういう雰囲気のお店に入るのめっちゃ久しぶりで、もうマジで本当に美味しかった。見てください。これすごいな。いただきます。本当にすごいな。醤油です。熱い下ちゃんと米なんだ、うん、ラーメンも入ってると思った。入ってないだろさすがに。うまどんだから。これさ、でかさ伝わる？伝わるやろ。あ、まだだ。今、完食って出ました。我慢って。ということで今ホテルに着いたんですけども、このホテル実は泊まるのも4回から5回目ぐらい。お腹いっぱいすぎ、無理、もう履いてない。とりあえずこっからね、1、2時間ぐらい寝れたら寝て、でその後、またイオンがあるんで、そっちでなんか夜ご飯とか買って食べれたらいいなっていうぐらい。でも本当に今とりあえずめちゃめちゃご飯食べてお腹いっぱいで眠いんで寝ます。ではまだ編集とかもねしたいし、優雅にホテルで過ごしていきたいと思います。それではおやすみなさい。はい、ということで皆さんおはようございます。現在の時刻もう4時半。ちょっと寝すぎたっていう感じなんだけど、最初ねこの枕元にあるこの時計を見たらさ、見て、一応見えない、こいつ12時38分、1月4日の12時38分を指してて、って思って普通にやったと思ったら、やらかしてるのはこいつでした。本当に騙されたんだけど、本当にめちゃくちゃお腹いっぱいでめちゃくちゃ寝れた。最高の睡眠をとることができたけど、最初めちゃめちゃスマホいじってさ、無駄に時間を過ごしてしまったけど、たくさん寝れてよかったです。ということで、こっからどうすればいいかっていうのがちょっと分かんなくて、立つ分かんなくて、ちなみにこれを着て、寝た冬のシーンね、普通にこれを脱いで寝てましたんですけど、どうする？なんかしていきたいと思います。でも本当にずっと台風でさ、当たり前だけどずっと部屋にいたの。本当にずっと部屋にいて、僕いつもさ、わざわざコンビニとかまで歩きに行って運動するとか、そんぐらい運動するのが好きなんですけど、ずっとこのね3、4日間もたる台風がいる間ずっと寝もできなかったから、食べたいっていうか贅沢したいと思います。それでなんかしようと思います。バイバイ。ちょっと今外出ようとしたら、わかる、これ雨降ってきたんだけど、本当にこれで何もやることがなく、本当に確かにね、まだ台風が最後マジで完全に消え去ってるわけじゃないから、風も強いや強いし、雨降ってきてる。本当にやることなくなったわ。YouTube 見る？飲み物だけ乾いたからですね。この建物、このホテルの中に自販機だけあるから買いに行きたいと思います。こんにちは。ということでジンジャーエールを買ってきました。いただきます。退屈だね。でもこれじゃあ本当に家にいる時とほぼ変わらない状態なんだよ。最高だ。でも、ということでこちらタワレコで買ったものなんですけど、ホテルなんで声は抑えて、結構マイク拾ってますか僕の声。いきます、せーの。ウィバースショップ、で買ったのら、パワーパフガールズバージョンは実家の方に送ったの。そう、沖縄はもう買うだけで2300円、音送料だけで2300円っていう、もう一枚買えるやんけ状態になっちゃうんで、地元に、ほぼ1週間ぐらい我慢すれば開けられると思ったんで、地元の方に送ったんですけど、台風で開けられるのが伸びちゃったんだけど、送ったんだけど、こっちも結局欲しくて、買っちゃった3000円。
3090円なんですけど、これね、もう龍河さんのね、開封動画、ちょっとここで喋るわ。もうちょっと。龍河さんの開封動画をね、楽しみにして見てたんですけど、まあ、こっちをね、主に見て、僕が買った方のバージョンは、目をつぶって飛ばしてみたんで、まあ、こっちも今開けるところ、これで別動画撮る。どうしようかなっていう感じなんですけども、これをね、買っちゃったの。このビーチバッグね、本当におしゃれ上級者様しか多分本当に日常生活で使わないと思うんだけど、可愛いから買ってしまいました。本当にちょっと本当にハマりすぎてる。はい、ということで帰ってきたんですけど、またダコもうこれしかないっていうか、ちょっと待って、今回初めてこの銀だこのたい焼き、本当に食いすぎだけど、まあ、今日はいいチートデーっていうか、いきます。このたい焼きも買ったし、このごまじそなんちゃらっていうのを買ったんだけど、なんか僕が買った時になんかごま油が切れたらしくて、もうごま油がないんですけど、青じそとおろしポン酢、まだあるリンゴ酢と、まあ、これは夜飲むお茶と、あのタピオカ、あとあのサラダ、これはイオンで買いました。一旦これ食べていい？すごい、すげえぞこれ。これさっき動画撮ったんだけど、これ最初の泡じゃなくてクリームがなんか少なかったっていうか、まあ美味しいけど、やばいのこれ食感がえぐい、美味しすぎるんだけど。これあと一口残しておきたい。うん、いただきます。お酢、リンゴ酢、これマジうまいから、いただきます。まあ、ずっとサラダが食べたかったんですよ。マジでシソのいい匂いがすごい。でもネギもめっちゃ乗ってるし。いただきます。失礼します。これペロリンチョ先生です。本当にあんだけこれマジでパクパクいけちゃうわ。完食です。金額も完食いたしました。本当にすげえお腹いっぱい。あったわ。はい、ということで本当に食べ過ぎで、でも嬉しいね、嬉しいっていうか幸せな気分だけど、まあ残すところはタピオカなんですけど、これはもうゆっくり、あ、まだクリームも残ってるわ。ゆっくり飲みつつ、夜になったんですけど、レアルチーズケーキと、これを買いに行くついでに今のこれを買いました。てかちっちゃくない？ちょっとこのまあいいけど、まあということで、まず早速じゃないけど、この早く化粧水なの。お、すげえ、めっちゃいい匂いする。10分程度。あれ、アレクサじゃないわ。今アレクサって言おうとした。もっと冷やしたいかも。ここにお茶成分が。今日結論、めっちゃ食っただけっていう、まあ食って食いまくった日だって、まあ楽しかったです。ということで明日ちゃんと起きて、まあ、今からやるのは YouTube 見る、編集をちょっと進めるっていうめちゃめちゃ緩いスケジュールで、そう、明日8日なんですけど、明日帰って次の日にはアウトレットにお泊まりに行くので、まあ楽しみがたくさん待ってるということで、明日バイバイ、おやすみ。肌はきっと
と荒れるかもしれないですけど、今最大の予防をしています。おやすみ。はい、ということで今回もこのホテルにお世話になりました。ということで、まだ2時間ぐらい前なんだけど、お土産とかやっぱ絶対混雑してることは確定してるんで、早めに行って、くつろげるか分かんないけど、早く空港に行きたいと思います。さよなら、ありがとうございました。はい、ということでカフェラテをね、ホテルで無料でゲットして、その後普通に空港について もうこれはもう保険証を通った後なんですけども、今回はね、マダガーじゃなかったので、普通に袋のスタバを買ったんですけど、やっぱ多分案の定スタバを買ってしまったんですけど、その袋の中にスマホを入れて僕の顔の表情で飛んだ瞬間をお届けしようと思ってるんですけど、本当にもう今日の動画もそろそろ笑う、いやもう顔飛んだのかな、そろそろ飛んで、いやまだ飛んでないね、多分なんかもう一回顔近づけた時に飛んだ気がするんですけど、まあそろそろ動画も終わろうと思います。本当に最後まで見てくれて、飛びました。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でしょ。動画見ましょう。バイバイ。